実はですね、6月の6日、月曜日となっております。本日はね、試合ではないんですけれども、まあ、平日のね過ごし方というか、ちょっと一日をね撮っていこうかなというふうに思います。でね、今ちょっと時間がちらっと見えたかと思うんですけどね、今日ちょっと会議があって、長引いてしまって月曜日の今7時、ちょっと遅くなっちゃったんですけれども、今からですね、明日の寝るところまでっていうのはね、ちょっとまあ、1.5 日分ぐらいですかね、平日のルーティーンみたいなものをちょっと撮っていこうかなというふうに思います。でまあね、最近ちょっとね、あのチームメイトにバレてきたり、まあ、友人にバレてきたり、親戚にも、バレてきたりとね、ちょっといろんな人にもだんだんバレてきてね、まあまあ嬉しいことなんですけれども、まあ皆さんにね、見ていただいているんだなというふうにちょっと実感しております。ですけれどですよ、ちょっと見ているチームメイトとか、まあ友達にも言っておきたいんですけど、ちょっとね、あまりね、皆さんにね、他の人に言わないでほしいです。っていうのもね、その別に恥ずかしいとか見てもらいたくないとかじゃなくて、ちょっとね、こう、自分の力でね、有名になりたいなっていうふうに思っているのでね。この俺のね、ビジネス力っていうのをね、買われてるかなっていうのを思うので。まあ、あんまりこう、みんなにね、こう、バーって言っちゃうと、チャンネル登録とかしてくれると思うんですけれども。まあ、そうじゃなくてね、まあ、この全く知らない赤の他人からちょっと、ファンをね、獲得したいなっていう思いがありますので、まあ、なるべくね、ちょっと言わないでほしいなっていうのはあります。ね、まあ、ペラペラみんな喋っちゃいそうですけれども、じゃできれば、ちょっとこれはお願いしたいなっていうふうに思います。名前置きはさておいて、今日はね、ブラジル戦が、はい、後であるので、速攻でいろいろ支度していこうと思います。オッケーかな。もうなんでこんなとこにジャガイモあるの？なんでこんなとこにジャガイモあるの？ちょっと待って、うちのジャガイモの量やばい、見てこれ、見て、ジャガイモの量、これ見えてる？絶対見えてないよな。あ、見えてるわ。ジャガイモをなんか使ってさ、ね、料理したいんだけど、どうしよっかな。ふかす？どうしよっかな。ちょっとマジ迷うな。ごま油って芯だけしようかな。迷うな。とりあえず皿洗います。これ皆さん知ってます？見えてるかな。これで米炊くときに水入れるじゃないですか。水入れてこれね、一周ピューってやるとね、これめっちゃ飯がうまくなります。本当にマジで。ちょっとジャガバター作ってみようと思います。すげえ切ったね、ここ。よし、ジャガバターできた。多分ね、これいける。今ね、中ほじくってみたら、ね、いけたわ。これね、ジャガとバターで食べます。すげえうまい。今何やってんだこいつマジで。あ、嫁さんが帰ってきました。驚かせます。じゃあ今普通に動画何で動画撮って。使うから。使えなくない、これ。なんで何も面白くなくない。最近筋トレしてるからさ、毛がめっちゃ生えんだよね。眉毛もめっちゃ生える。まだやってないってこと？まだやってないって何よ。え、何？試合始まってんの？試合中ね。彼氏がサッカーやってる彼女と思えない。彼女？彼氏？PK だよ。PK。テレビ画面映せないから。これだけで見よう。わかった。ネイマール。ネイマール。誰が勝ってんの？誰が勝ってるのじゃないね。チームでやってんの。おー、いいのいいのそれ。あー、うまい。足踏みしてたよ。ネイマール勝った？ネイマール勝った。これ個人的な勝利。ネイマールじゃん。
そう決めたの。わあマジか、0-1です今。負けた？まだ。なんでそんなに勝敗が早く知りたがるの？えまだ続いてる。サッカー時間なのよ。まだ続いてる。まだ続いてる続いてる。らしいよ。よしじゃあご飯食べよう。うん。あー見てくださいこれ全然美味しくなさそうでしょうね。これがね男飯ですね。いただきます。いただきます。あれじゃがいも、はい、こちらはですね、うん、小川さんのじゃがいもでございます。さっこ見てるからね、うん、あ、うまっ、ね、本当にさっこの味するね。ね、うん、ファンを紹介お願いします。今日はですね、あの小川さんからいただいたじゃがいもになります。どうぞ。もうちょっとね、カレーに入れてみたんですけどね。うん、いただきたいと思います。こうね、サクッとこう上からね、こう断面です、ね、サコッと、こう見えるかな、ちょっと言ってサコッと、サコ聞こえてるやん。あっちのも通ってるんで、いただきます。うん、もうサッコサコ。いいお家だ。サッコのおじいちゃんとおばあちゃん両方両家、うん、両方とも農家なのですごくない？マジで？すごいよね。だからさっこ麦わら帽子ばっかかぶってくるのか。麦わらの。マリーゴールドに見えるやつ。だから歌詞わからないのに病気よ俺ら二人。うん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 。よし、はい、では、今ね夜ご飯食べ終わったのでこれから皿洗いをかけてあっち向いてほうやろうと思います。あっち向いてほうでいいんだね。あっち向いてほうでいい。負けるよ。負けない。最初はグッ、じゃんけんぽい。あっち向いてほうよ。ちょっと待って、ちょっと待って。はーい、今の練習でございます。本番って言ってなくない？じゃあ本番で、これ本番ね。本番いきます。せーの、最初はグッ、じゃんけんぽい。あっち向いてほう。でもさ、これさ、あれだよね、同点だよね、今の。同点でいいの？同点でいいの？本番ですって言っちゃったけど。次で決まるよ。分かった。これが？じゃあ一勝一敗だから。本番で。これ本番ね。これマジで負けた方が払う。Okay. これは何とかさとかなしにしよう。OK、いくよ。最初はグー、じゃんけんぽい。初期だ！あっち向いてほい！最初はグー、じゃんけんぽい。あ、来た！あっち向いてほい！はい、最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。あいこでしょ。あっち、ほい！最初はグー、じゃんけんぽい。あっち向いてほい。あらら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 ら。この動きキモい。あ、ちょっと、ちょっと、待ってよ。いやもう。待ってよ。はい、ではね、もう嫁さんは出てしまったので、また明日動画を撮っていこうと思います。おやすみなさい。何よ、俺いつもこういうこんぐらいや弁当。
はい、今お昼なんですけれども、ちょっとねご飯食べた後にご飯を取るのを忘れたので、今お昼ご飯食べました。でね、僕たちデイサービスなので、このままね午後のお客様を、また迎えに行くので、それまではこの車内で、休憩という形になります。だいたい 2,30 分ぐらいしたら行くんですけど、もう僕はこの時間いつももう昼寝するって決めてるんで、はい、もう寝ます。おやすみなさい。今仕事があって家に帰ってきたんですけれども、今日はですねこれからジムに行こうと思います。今ね6時ですね。はい、で、まあ、ちょっとうるさいのはね、あの嫁さんがドライヤーしてるんですけど、まあ、これから飲みに行くみたいで、はい、今ちょっとドライヤーしてる音ですすいません。今日ねジム行こうかなと思うんですけれども、何やろうかな。今日はスクワットかデッドリフト、どっちかをやろうと思います。でね、雨があと1時間後ぐらいに上がるという予報がね出ているので、ちょっと休憩がてらそれに合わせて、出ようかなと思います。はい、では、家に着きました。これからね夜ご飯食べていこうと思います。今日はですね奥さんが、エビチリを作ってくれたので、もうすげえ音してる。それを食べていこうと思います。食うことにあたり脱皮。ん？これ脱皮？あ、脱皮。脱皮していくにあたり最も基本的な手段となるのです。私たちの心には自分だけが良ければいいと考える一個の心と、自分を犠牲にしても他の人を助けようとするリタの心があります。リコとリタの心があります。それがいいか悪いかという問題を超えて、我々に頑張れ、もうちょっと大きい声で言って携わっている惜しい備わっているか、ちょっとやめてよ動画で、絶対動画とかやだ。ねえ、いいから左上見ろねえ違う。刺した？ん？刺したかい？なんでその上シミがあんの？ここどこ？なにこれ、りょうくんの頭だよ絶対。はい、それではですね、先ほどは歯磨きをしてたので、まずは今度は最後にマジックを見せてお別れのご挨拶にしたいと思います。はい、よろしくお願いします。いきます。どんなマジックを今からやるんでしょうか。指が増えるマジック。指が増えるマジック。そう、怖いよ本当。ちょっとよろしくお願いします。いい、大丈夫です。怖い方はスキップしてください。もうこれ終わりなのよもうこれ終わりなのよ。いくよ、不思議な指が1本あります。2本、3本、4本あります。5本、6本、7本あります。9本、10本、11本。怖いですよこれ。11本